どうも、ドリルです。今日は、僕が持っているレンズをどういった用途で使っているかっていうのをご紹介したいと思います。僕、お仕事で雑誌の表紙やら表紙とか中面とか、まあイベントとか、まあその他もろもろいろいろ撮影させていただいてるんですが、まあ、そういったお仕事撮影と、まあ、プライベートで自然風景の写真を撮っています。で、まあ、仕事 と、まあ、プライベートの自然風景にでちょっとお話ししようと思います。で、まずはじゃん、 16-35mm の F2.8 の、G マスターレッドです。こちらはですね、お仕事では、まあ、室内撮りだったりとか室内の様子といった間取りだったりとか、まあ、そういった撮影で超広角で撮りたいなっていう時に使ったりとか、あとはイベント撮影の時とかで、使っています。まあ、F2.8 なんでね、明るいレンズなんで、まあ、そういった暗いところでも重宝しますし、超広角なのでね、広く撮れるのでめちゃくちゃ便利です。自然風景ではね、まあ、超広角なんで、まあ、超広角に撮ったりすることもあるし、で使うこともあるし、まあ、星撮ったりするときにもね、まあ、超広角で撮れるので F2.8 で明るいのでこのレンズを使います。これ買ってね、すごい良かったレンズです。個人的にはとってもいいレンズだし、まあ、4隅もねすごい改造してくれるし、とってもいいレンズだなと思っています。続いては、2470の F2.8 の G マスターです。こちらがね、一番使用頻度が高いレンズですね。まあ便利ズームっていうぐらいのね、名前がついてるぐらいなので、まあとっても便利です。まあ、仕事ではね、まあ、インタビュー撮影とか、まあイベントとか室内のイベントとか、まあ、室外でも撮るし、まあとにかく、まあいろんな用途で、仕事の用途で一番使ってるレンズですね。最も使用頻度が高いレンズですね、仕事の中では。で、まあ室内撮りもいけるし、まあちょっとしたポートレートでも全然問題ないレンズだかなと個人的には思っています。で、まあ自然風景に関して言えば、まあ普通に便利ズームなのでどこにでも持ってきて、必ず持っていく1本ですね。まあすごい解像度もあるし、絞ればもっとすごい解像度になるし、まあ便利ですよね。非常に便利な価格、2470なんで重宝しています。まあ仕事では一番使っているレンズですかね。はい、これはもう絶対仕事ではなきゃいけない一本だと個人的には思っています。続いては、70-200 の F2.8 の G マスターですね。このレンズが、使用頻度2番目に高いレンズですね。まあやっぱりこの画角めちゃくちゃ70-200めちゃくちゃ便利なので、まあ仕事では特に必ず持っていく一本ですね。まあ雑誌の表紙とかにね、使ったりする時もあるし、まあ人物撮るんで、まあ、これでね背景を動かしてっていうので、背景を動かす時に特に必要なので、まあ70-200は、必ず持って行ってます。まあ写りもねピカイチだし、ねもう描写に関しては全く問題ないですしね、もう本当に何も問題ないレンズ、もう絶対持ってた方が、仕事するんであればやっぱ70-200っていうのはね大事な画角かなと思うし、なんていうんだ、室内に関しても 2.8 なんで撮れ明るいので便利だし、まあポートレートだったりとか、まあとにかく万能ですよね。で自然風景に関して言ってもすごい、もうなんていうの、もう万能ですよね。ちょっとした広角の70、広角でもないけど70側から思いっきり200代わりにして、めちゃくちゃぼかして撮るとかね、いろいろこのレンズので表現ができるので、まあ標準ズーム持ってる人だったら次に買うレンズはこれでもいいんじゃないかなっていうぐらいな、マストバイだと思っているレンズです。まあ F4 もあるんですが、まあどっちでもいいかなと個人的には思います。無理のない範囲であれば、どちらでもいいと思うし、余裕があるならば 2.8 の方がもちろんね、明るいに越したことはないんで、ただちょっと重いですけどね、便利かなと思います。 F4 でも普通に、趣味の範囲とかであれば全然問題ないでかなと思っています。まあ仕事をする上だったらね、ちょっと暗いところに行ったりとかすると F4 だとちょっと辛い時があるんで、 F2.8 っていうのはやっぱりいいなっていうふうに思っています。マストバイな、レンズだ
だと思います。個人的にね、まあ使用頻度が2番目ぐらいなんで、1回ね、使いすぎてぶつけたのかなんか分かんないんだけど、ちょっとねモヤモヤっていう風に改造をうまくしない時があって、ちょっとセンターのソニーのプロサポートっていうか、ソニーの修理センターに持ってったら、まあちょっとガラス面がずれてるみたいな感じで修理直したぐらい、もうかなり使っているレンズです。マストバイだレンズだと思うので、ぜひ興味あったら買ってみてください。はい、次は、100-400 ですね。 F4.5 から5.6 の G マスターレンズですね。こちらに関して言えば、仕事で特に使うことはほとんどないですね。はい、まあ70-200でこと済んでしまうことがほとんどですし、まあ室内撮りだとちょっと 4.5、5.6 だとね結構暗いので、ちょっとね結構ISO を上げなきゃいけないとかなっちゃうと、まあザラザラになってしまうので、ちょっとねっていうところで、室内で使うこと、仕事で使うことはほぼないです。これはライフワークとして、自然風景を撮るために、買ったような一本ですね。ただ買ってよかったなと思っています。っていうのも、まあ鳥撮影を主に、やってみたいなと思ってこれを買ってみましたが、買って正解でしたね。まあ最初はね、α7R3 でやってたんですが、まあそれでもすごいこう、なんて言うんだろう、オートフォーカスも爆速だし、解像度も めちゃくちゃやばいんで、鳥さん撮るにはすごい重宝している一本です。で、α6600 で僕買ったんですけど、それで撮ると、まあ、約600mm ぐらいの画角になるので、本当に超望遠レンズになるので買ってよかったなというふうに思っています。これでね、撮った写真が、優秀賞もらったりとかしたので、本当に買ってよかったなっていうふうに思います。おすすめのレンズです。あ、これちなみにレビューしてるんで、前の動画、前あのリンクを上に置いとくので、よければ見てください。ここまでが、ズームレンズのご紹介をしました。特にね24-70 と70-200は仕事をする上では必ず必要なレンズかなと、個人的には、まあ、仕事によりますが、まあ、あって絶対問題、便利な、価格だと思うので、まずはこの2本があればとにかく なんか仕事はできるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。次は単焦点レンズをご紹介します。最初の単焦点レンズは、一番広い側の 35mm ですね。個人的に持っている中で一番広い 35mm です。これはね、いつ買ったんだろうな、2、3年ぐらい前かなに買ったんですが、最初はねあんまり気あのノリで買ったようなもんなんで、最初はあんまり気に入った価格ではなかったんですが、撮っていくうちにどんどんすごいいいレンズだなっていうふうに、画角もそうですし、いいレンズだなっていうふうにだんだん気づいていきました。はい、で F1.4 なんでものすごい明るいんですよね。なので開放で撮るとね、35mm 側だけどめちゃくちゃボケるし、まあ後ろにねストーリーを残すこともできるし、すごい僕的には便利な画角だし、 F1.4 なのでめちゃくちゃ明るいので、夜にでも ISO を無理やりっていうか、 ISO をね思いっきり上げなくてもある程度撮れるレンズなので、明るいに越したことはないレンズかなと思っています。でこれでねお花撮ったりとかもするし、まあ人物撮ったりもするし、本当に便利な価格かなって個人的には思っています。結構おすすめのレンズかなと思います。ちょっとね高いですが、あとねちょっと言われてるのが α7R4 かになると、ちょっと解像度不足みたいな感じで評価が出ていたりするのですが、まあ α7R3 ぐらいではあれば僕は問題ないかなというふうに思っています。確かにね開放だとちょっと描写が甘いかなっていうか、まあそのレンズの味ですよねかなっていうのが個人的にあると思います。ただ僕的には今のこのシステム R3 であったら問題ないレンズかなというふうに思っています。これのねリニューアルしてくれたらそっちにもしかしたら行っちゃうかもしれないけど、うん、とにかくおすすめな一本です。仕事ではね特にあんまり使うことはほぼほぼないです。個人的にはたまにイベントでの時に使うかなってぐらいですね。はいはい、次が 55mm の F1.8 ですね。これ僕ソニーに移行した時に買ったレンズなので、もう何年前だな、4年か5年ぐらい前に買ったレンズです。最初はね結構使っていたんですが、レンズを揃えていくうちにいつの間にか使わなくなってしまったレンズで、今ちょっと実はタンスの肥やし
というか防湿庫の肥やしになっちゃってるレンズで、ちょっとかわいそうなことをしているんです。で、まあ、仕事でもねあんまり使わなかったし、まあ、実際のその趣味というかライフワークで使って、お花とか自然風景でも使うことがあんまりないレンズだですね、残念なことに。ただ、最近ね動画もやり始めているので、やっぱりジンバルも持ってるんですけど、軽いに越したことはないんですよね。やっぱりめちゃくちゃ軽いのでこのレンズなので、ジンバルにとっても重いっていうのはちょっと大変なので、急にね耐荷重があるのでジンバルもね、やっぱ軽いに越したことはないので、このレンズその動画用にね今度使ってみようかなというふうに思っています。やっぱ軽いっていいよね。かつ写りもめちゃくちゃ実はいいので、解像度もすごいし、個人的にはとても好きな描写をしてくれるんですが、次は動画で使ってみたいなっていうふうに思っているレンズです。結構おすすめです。そんなに思いっきり高いレンズではないので、なんだろうな、その 50mm 側ぐらい、これ 55mm なんですけど、まあ、ここが好きな人であれば使ってみるのもおすすめかなと思います。写真で使うにもおすすめかなと思います。動画で今度は使ってみます。はい、続いてはこちら 85mm の F1.4 の G マスターのレンズですね。こちらはですねポートレートですね、主に使うのは。はい、でまあその人物目立たしたい時とか、まあもちろん仕事でも使うことは結構あるし、 85mm なんでね結構便利な画角かなって個人的には思っていて、仕事用だとね表紙で人物くっきりさせたい時とか、まあ、室内とかでも85mm だとね結構いい感じに撮れる時があるので、これはすごいおすすめです。で描写的にはピントが合ってるところはすごいカリカリなんだけど、あとはねなだらかにボケていくっていうところがすごいおすすめ、いいレンズですね。めちゃくちゃ好きなレンズです。で自然風景に関して言えば、僕はあまりこれ使うことはないしですね。っていうのもまあ結構絞ることが多いですし、まあこれ最大等倍率がそんなに大きくないので、大きく写す、まあマクロっぽいって言ったらあれ大げさだけど、ちょっと大きく写したいなっていう時にはちょっと難しいレンズなんですよね。背景はボケてくれるんですけどね、あとあんまりそこまで寄れないっていうのもあります。はい、っていう感じで、まあ主に仕事用で持ってるレンズですね。ただめちゃくちゃいいです。これ本当におすすめです。まあ人物撮る人であったりとかであれば、間違いなく持っててもいいレンズだと思います。 F1.8 もねこれの安いやつもねあるんですが、そちらはねちょっと試したことがないんでわかんないんですが、そちらもねすごい評判はいいので、まあ、85mm の画角をまず最初に試してみたいのであれば F1.8 の方を試してもいいし、まあ金銭的に余裕があるんであれば、まあ一気に 1.4 いってもいいのかなっていうふうに思います。めちゃくちゃおすすめのレンズです。で最後はこちらの 135mm の F1.8 の G マスターレンズです。こちらのレンズが僕一番新しく買ったレンズかな、つい最近というか、はい、一番最新のレンズかなと思います。でなのでまだ思いっきりいっぱい試せてはいないので、仕事ではまだほとんど使ったことがないですね。はい、ほとんど使ってみたいなと思ってはいるんですが、とにかくめちゃくちゃいいレンズです。何がいいレンズかっていうと、もう解像度が凄まじいです。これもいつかねちょっとレビューしてみたいんですが、オートフォーカスもめちゃくちゃ早いし、解像度もめちゃくちゃあるので超絶おすすめです。なので 135mm だし、まあ望遠側なので背景もめちゃくちゃ動けるので、とっても綺麗です。まあやっぱり一眼レフのね大きな魅力でもあるボケっていうのはね、僕はすごい好きなので、このレンズはすごいボケてくれるし、ピントが合ってるところはめちゃくちゃ解像してくれるので、おすすめです。で僕はこれで最近とねまだお花ぐらいしか撮ったことがないんですが、そのお花もねめちゃくちゃ改造してくれるんで、ほんとめしべおしべみたいなところでもねピッてピント合うと本当にカリカリに、表現してくれます。で結構これね最大等倍率も 0.25 かなあるし、まあ結構寄ることができるので、ちょっとしたマクロっぽい感じで撮ることもできます。めちゃくちゃおすすめなレンズです。お花撮ったりとか、自然風景にはとってもいいレンズなんじゃないかなというふうに思います。
このレンズはね本当にねちょっと重いですけどね、やっぱりね 135mm っていうね望遠側なんで、これもねすごい大きいんでね、ただ、まあ間違いなく買ってよかったなっていう一本です。今度仕事で使ってみたいと思っていますといった感じで、まあ僕今、8本紹介したかなが、持っているレンズですね。まあやっぱり主にね仕事では 24-70 から、70-200 が、メインで使っています。で、たまに単焦点使ってるっていう感じですね。まああと 16-35 は室内撮りであったりとか、そういった時に、撮影で使っています。そうですね、あとはポートレートとか人物画の時とかはねやっぱ35と最近ね、85を、結構使っています。はい。で特にね、35mm に関して言えば、まあお花の撮影だったりとか、にも使うことはできるでしょうし、まあちょっと額が狭いけれど、まあ星の撮影とかにもできるんじゃないかなというふうに思っています。これで試したことはないんですが、まあ、F1.4 これちょっとね、さっきも言ったけど解像度が少し甘いのでちょっと絞って使ってみるのもありかなと思っています。まあ、ただ星撮るんならねやっぱり 16-35 になったりとかね、まあ、レンズってね本当に悩みますよね。本当使用用途で変わってくるので、まあこの悩んでる時が一番楽しいっていうのもありますしね。はい、まあちょっと参考にならないかもしれないけど、まあそういった感じで、仕事ではまあ24-70 と 70-200 で主に使っています。まあ、自然風景ではまあ 16-35 と70-200 使ったり、最近はねこの 135 でいろいろ撮ってみたいなというふうに思っています。はい、そんな感じで僕の持っているレンズで主にどういった使用用途で使っているかっていうのをご紹介しました。このレンズ、この動画がねその皆さん の, あのレンズ購入 の, あの参考になれば非常に嬉しいんですが、まあ、まだまだね、一本一本でね、紹介できればいいかなと思うので、ちょっとお時間いただけますでしょうか。それで徐々に作っていければなというふうに思っています。もしね、このレンズのこれに関してどう思うみたいな質問全然 OK なので、僕が答えれる範囲であれば答えますので、まあ、初心者の方かな、多分見てるのが多いかなと思うので、まあコメントいくつかコメントをいただければ、それに答えていきたいなというふうに思っています。はい、そんな感じで今日は僕が持っているレンズの、主にどういった用途で使っているかをご紹介した動画です。ご視聴ありがとうございました。よければ高評価とかチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。